僕は現在フットボールを愛する人に捧げる作品という形で写真や手作りの作品を制作し活動しています。2011年から始まったフットアーティスト純の物語はたくさんの人たちに支えられ、いろいろなところへ旅をして多くの人たちとの出会いを積み重ねさせてもらっています。より多くの日本にいるフットボールを愛する人たちへ僕の作品と思いを知ってもらうために、今回映像という形で発信していきたいと思います。今まで撮ってきた写真のスライドショーや旅の写真などをアップしていきたいと思います。ボールを蹴る前やボールを蹴った後にゆっくりと見てもらえたら嬉しいです。フットアート TV チャンネル登録よろしくお願いします。